皆さんこんにちは、まなみです。前回は太陽光パネルをね、くっつける土台をね FRP 段ボールで製作しました。今回はこの FRP の段ボールに、化粧板というか木の板を貼り付けていきたいと思います。それではどうぞ。あとそしたらこいつを貼っていく。まずこうだよね。まずこの面、この4つとりあえず貼りたい。なのでこうあれだな、なんかないかな。あ、これでいいか。こいつね、こいつでこの先端合わせて挟む。軽くね、軽くよっ、止まるぐらいでこんな感じかな。そうすると、あ、やばい、ちょっとそれはいかん。軽くね、よいしょ。でひっくり返してこの位置ね、この位置よっと、外目がいいのかな。そしたらちょっとあれだ、今切るからこれ変えよう、この板。よいしょ。じゃあこれをちょっと切っていこうかな。は鉄定規で切るかな。こんな感じかな。消えた。さあどうかな。いいよ、いい感じ、ちょうどいい感じだよ。そしたら今ね、こっち1個できたので、これと同じのを作ろうかな、こっちでね。枠止めた中に入れば、入ったよ、ほらちゃんと入った。ちょっと動くぐらいがちょうどいいんじゃない。入りました。これで一応枠はできたわけだ。あとこっちをね、こういう形で同じ長さに切って、ここに枠止めるということをやろうかな。あとこれ意外ともうなんか強度ある感じなんだよね。どうしようかな。グッてやったら折れちゃうけどね。でも軽さ的にもちょうどいいし、このまま行くかな。一応横根をちゃんと止められれば別に構わない感じだよね。そしたらあと外枠の、この枠をやるということかな。枠はもう一個あるんだよね。もう一個外枠にこんな感じでやっていこうかな。できた。これで横と、あ、またやっちまったな俺ね、いつも忘れるんだよ横。ほらこうするとこっちが足りないね、余ってるのは。そうするとやっぱりこれじゃ足んなかったのかな。どうしよう、せっかくの木だしね。でね、今回これ止めるのはね、コーキング剤で止めようと思うんだよね、これね。ここも横も。でそれもね、透明なコーキング剤買ってきたので、まあそれでね止めてやろうかなというふうに思ってます。でどれだっけ。これです、これです。万能シーランド強力接着って書いてあるからね。多くの素材に強力接着ということで、これをねつけて接着剤の代わりにこれを使おうと思ってます。で、まあつけ方なんだけど、とりあえず試しにこの一辺だけつけてみようかなというふうに思います。とりあえずこれ挟むの、一応ね3本あるので、これね3本あるので、まあ一番上ね、このところを3本1個2個3個で止めて、さっきのシーラント塗って止めようかなというふうに思います。で一応漏れ止めた、漏れたのはね邪魔になるので、一応対策としてマスキング貼って、で貼っつけて、で漏れたのは剥がすと、マスキングを剥がして取ると。でこっちも内側もこうマスキング貼って、で漏れたのは取るというようにしたいと思います。ということで一回ねここを外します。よいしょ、ここ外して、でここにマスキングね、太くてもったいないかなと思うけど、でどうせ挟むとこっちも多分漏れてくると思うんだよね。なのでここにもね貼ろうかな。こんな感じかな。とりあえずこんな感じで貼りました。そしたらパッカンするでしょ、パッカン。ここにさっきのこれを塗るということですな。よっ、あれなんだよ。で出てきたので、じゃあ塗りまーす。よっ、こんな感じ。ちょっとわかんないからな、初めてだし。こんな感じで今塗ってみる。あとね手で伸ばす、接着剤に代わりだから、ちょっと厚めかな、やっぱり。一応ね塗れた、塗れたので、こいつをパッタンする、パッタン OK です。で裏側もこれ当てて、当て板にして、でまず真ん中止めるだね。これね軽くや、軽く、そんなに、この感じ、この
めると止めてみたけど、なんかあれかな、ダメかな。ここも止めたいよね、なんかね。なんかここがちょっと潰れてる気がする。ちょっとこっちずらそうかな。やっぱこれなんか面白くようかな。何、やっぱりまた、いや、とりあえずこのまま様子見るかな。どうしよう。まあ試しなんで、これで一回あれか、様子見るかな。ちょっとなんか不安というか、ちょっと心配なんで、これ置いとこう。これここと、ここにこれこうやってちょっと置いときます。これでいいや。で、これ硬化時間がいくつなんだろうね。あら大変。硬化日数がね、今これ見えづらいから写真撮ってみたんだけど、硬化日数が2日から4日だって。まあ完全硬化って、まあ硬化、完全硬化1週間から2週間になってるんだけど、でもまあね、普通に考えたら、まあ、1日経てば多分通常でやっても大丈夫なぐらいの硬化になると思うので、とりあえずこのまま片方だけだけどね、このまま置いときます。1日置いときます。よし、ということで時間経ったので撮ります。とりあえずこれも外そう。あ、やべ、大丈夫か。ハードディスク取って、でこれね、とりあえず、よ。取って、ここがね、くっついた感じだね。コーキング剤塗って、今これコーキング剤、透明なコーキング剤で塗り終えた感じ。多分ね、いい感じになってると思います。で、一応ね、ここどうかな。コーキング剤ぐっと潰したので、ここちょっとね、はみ出ちゃってるんですよね。めんどくさいからって柔らかいし、これ剥がさなかったので、このコーキング剤がこう残っちゃってると思うんだよね。ほら、一応これは取っても、こっちにコーキング剤残ってないので、コーキング剤のはみ出たのがここにちょっと残っちゃってるんだけど、これは大丈夫かな。溜めてみたけど、まあ大丈夫っぽいから、このままでいいかな。ちょっとわかんない。嫌だから、でも嫌だからちょっと削ろう、取ろう。一応ね、こんなのがあるんで、これでやってみるかな。こんなので取れるのかな。ちょっとここね、よし、とりあえずまあね、こっち切りました。とりあえずはまあこんなもんだろうな。この面もね、後々やるにして、こっちも取って、一応ね、まあこんな感じでできたんだけど、まだね、こっちはやってないんだよね。で、今回はね、結構お試しってこともあるので、こっち側はねちょっとあれをアロンアルファでつけてみようかなと思います。こっち側ね。なので、そのための、あ、こっちじゃない、こっちは一番最後だから、ちょっと待ってね、こっちは最後。じゃあね、こっち側も鼻を剥がしました。今度はこれがあるんだけど、よいしょ、横ありますが、今度は木なので、一応ね、これもこの貼るの、まあ、お試しっていうこともあるので、これはね、なんだっけ、アロンアルファでちょっとつけてみたいと思います。なんか結構ね、いろんな動画見てると、アロンアルファでつける動画結構見ますから、今日ね、アロンアルファ買ってきました。ダイソーで、これゼリー状と超速乾ってやつかな。で、気まぐれでアリエクでね、これ2つ買ったんだけど、全然使ってないんだけど、見えるかな、このぐらいしかないの。このぐらいあったはずなのに。で、多分こっちもないんじゃない。よいしょ、ほら、なんかこっちなんかもう固まっちゃってるよ。なんだこれ。あ、こっちもうダメ、全然ダメ、出てこないじゃんこれ。ダメだ、ほら。いや、残念、使えないじゃんこれ。捨て、これもだってなんか流れ遅いしさ、こんなになっちゃった。まあいいや。ということで、これはまあね、これは使えないにしても、一応瞬間接着剤買ってきたので、これを使って試してみたいと思います。で、一応ね、ゼリータイプだって、このタイプだと多分木も使えるんじゃんってことで、これを使ってみます。とりあえず切る。で、ゼリータイプなので多分いいはず、こんなに動せずできるんじゃないかな。あ、いや、なんかもう出てきてる。ちょっと待った、もうなんだよ、これいいのかな、こっち側で。ちょっとわかんないけど、一応それっぽいところにゼリー塗って切って、どうなんだろうね、このくらいかな。一発目これね、よいしょ、一発目こんな感じ。ちょっと塗り面汚いけど、これをこいつでやってみると、よいしょ、押さえて、瞬間接着剤なのでグッとしばらく押さえてればいいんだよこれね。こんな感じ。じゃあ、こんにちは、重しでも乗っけてみるよ。じゃあ、ちょっと君に重し乗っけてもらって、どのくらい瞬間接着剤って1分ぐらいでいいのかな。これでちょっと、じゃあ1分ぐらい待ち、1分2分5分ぐらいかな、待ちます。
はい、ということで10分ぐらい、8分ぐらい経ったかな、経ったら撮ります。さて、瞬間接着剤どうなんだろう。あ、結構ちゃんとついてるね。ゼリー状のはちゃんとつきました。あ、これなら大丈夫か。こんなね、時間かかって透明なコーキングでやったけど、結構後処理とかめんどくさい。あ、うん、めんどくさいからね。で、今こっちゼリー状の瞬間接着剤つけてみたんだけど、これなら別にゼリー状で十分かもしれない。ただ今度こっち側は普通のやつ使ってみるかな。普通の瞬間接着剤、こっちのやつね。強力使い切り、超速乾、どうなっちゃうんだろう。よいしょ、超速乾、よいしょ、超速乾。これを今度こっち側ね、だいたい適当にやってみます。こんな感じ。うん、こっちは塗りやすいっちゃ塗りやすいね。速乾の意味があれだけど、大丈夫なのかな。こんな感じかな。塗ったそばから乾いてる感じはないんだけどね。塗った、閉めた。ではこれ貼りまーす。よ、こんな感じかな。よ、よし、よしよし。これでもう一回こいつで使います。また5分ぐらい待ちます。はい、ということでまた5分経ったんで取ります。どうかな、取りました。あ、もうね、なんていうの、この FRP で固めた段ボールに使う分にはもう普通の、なんだろう、あれで十分だね。接着剤なんかね、全然だな。本丸で硬くなってるし、全然だな。なんだこれ。ほー、こういうところはどうなんだろうな。こういうとこね、今表面ねやって結構いい感じでなってます。で、今度横面だね。どうしようか、横面。横面も瞬間接着剤でいっとく。どうだろうね、あの感じだとゼリー状の瞬間接着剤でやって OK っぽいよね。ここはちょっとあれか、ここちょっと出っ張ってるから、ここはちょっと切って加工しないといけないね。でもその他はそれで良さそうだよね。あとね、これね、この裏面もこの面もね、全部これで貼ることにしました。これだから、この木材ね、まだ買ってきたんだ。で、これをね、ここにずっと並べて、パッと見はこの木の中に埋め込まれてる太陽光電池っていう形で、やってみたいと思います。ということで、最初にね、ここ枠作ろうと思って、ここのね、飛び出し量を間違って失敗しちゃったんだけど、これは作り直せるので、ここの飛び出し量をね、あの勘案して作り直します。これ何ミリ、2ミリなので、要はこれプラス4ミリでカットすればいいということですな。アルテコプレープライマー、瞬間接着のね、効果促進剤だそうです。なので、ここにゼリー状を塗って、こっち側の面にプライマーパッと塗って当てるということでやってみたいと思います。とりあえずどうしようかな、こっち側ゼリー状で塗ってみるね。まずこれからか、こいつをこれにね、これはどけといた方がいいな。これに、はい、どけるだろうね。どうなっちゃうかわかんないしね。こいつに一緒にパッとね、これ塗ってみたいと思います。いいのかな、なんかそんなにあのやんなくてもいいって書いてあったので、これでいいと思います。そしたらこいつのね、こっちでいいか、こっちに、こっちはじゃあゼリー状ね、ゼリー状をここにそれっぽいところに塗ると、こっち塗った、塗ったら塗った面を合わせて貼る。うん、でもこれ穴埋めとか使えるのかな。ここにまだ見える、これ動くけど、これ吹いたら止まるかな。お、固まってる。固まって、もうこのちょっと嫌だけど、これもっこりしたまま固まってるよ、ここ。すごい。そうなんだ、じゃあもうこれカチカチじゃん。あ、すごいすごい、あ、すごい。うん、で、じゃあさ、こっち側もやってみっか。こっち側ね、そんなにね、時間にシビアじゃなかったので、あれかも、大丈夫かもしれない、大丈夫かもしれない。で、こっちはじゃああれでやってみる。瞬間じゃない方、瞬間じゃない、ゼリーじゃない方。で、その前に、またこいつにあれだね、塗ると。こいつをこれで、まず塗ると。ちょっと多めに塗りました。そしたら、これね、瞬間、ゼリーじゃなくて、速乾のやつだけど、これをまたここに塗ると、塗ります。なので、これを貼ります。こんな感じかな、ちょっとずれた。なんかすごいかも。これ本当なんかもうくっついてるんですけど、ああ硬くなってる。ほら、ここ硬くなってないもん。なのに、これ接着面こっちも硬いよ。ここ塗ったところ全然硬くなってないんですが、この木に合わさってる方が硬くなってる。すごいね。これ
これってでもいいのかな、どうなんだろう、このまま永遠にしっかりくっついてくれるのかな。あんまりこれ瞬間接着であまり信用してないんだけど、どうなんだろうね。でもこれでいくとあとこう止めるわけでしょ、こうね、こうやって止めちゃうか。じゃあやってみよう。すごいな、ちょっとびっくりだよ本当に。ちょっと臭いけどね。そしたらあとここも貼っちゃおうかな。そしたらね、でだ、ここはここね、ちょっと配線通さないといけないので、ここはちょっと切ろうかな。こういう加工は、ね、FRP でやったから楽だよね。紙だしね、もともとね、すげえ切りやすいし、加工がめちゃめちゃ大変ってわけじゃないし、手でちぎれるし、こんだけあれば大丈夫かな。でももうちょっと広げとくか。よし、これでよしとしよう。で、どうしようかな。よし、そしたらまたこいつにこれを貼ろう。こういう感じね、こんな感じで貼れるはずなので、これを貼ります。ちょっとここがね、引っ込んじゃってるんだけどね、この引っ込んでるとこだけ入れる、入れるか、こっちでとこっちだけダメだよね。ここだけこれ入れます。こうどうせすぐ乾かないからね、これだけここにちょっとあれかな、入れとこうかな、こんな感じ、こんな感じかな。そしたらこいつね、こいつにまたこのプライマーを塗ると。じゃあこのこっち、これね、よっ、同じこれでしょ、見えないな、濡れてんのかな。大丈夫かな、貼ってみよう。急げ急げ。ただこれ貼ります。こことここ、よっ、貼りました。こんな感じ、不思議だね、本当にしっかり止まっちゃってるよ、あんなんで、このこれのおかげなんだろうね、きっとね。すごいちゃんと止まるよ、こんなに止まるとは思わなかった。じゃあ続いてこっち側も止めるかな。取れてなかった、おまけにずれた、はっついた、あ、すごい。ちょっとどうしよう、撮影確認してたらずれちゃった。このアルテコのやつ塗って、アリエクさんの瞬間接着剤塗ってくっつけて、あ、取れてないと思ってやってたらずれちゃった、こんなにずれちゃった。で、剥がそうと思ったけどちょっと、取れた、あった、よかったね。もう一回これいいのかな、できるのかな。もう一回、じゃあもう一回アロンアルタつけて、いいじゃない。今度はちょっとここ浮いちゃったけど、いいかな。なかなか難しいね。こんな感じで着きました。ちょっと膨らんじゃったね。まあしょうがない。まあ、後で削るかなんかしないとね。あと裏側だね。裏側もこれでこうやって埋めようかなと思ってます。こんな感じでずっとね、いい感じじゃない？でもこれはあれだけど、せっかくだからやってみるかな。はい、というわけで、とりあえずね、これ今ね、まだ接着はしてませんが、とりあえず切り出しました。これからね、まあ、接着をしていこうと思います。接着していきます。ということで、今ねこれアロンアルファでくっつけてみました。とりあえずちょっとここも広がっちゃったけど、まあ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 、ご愛嬌ということで、こんな感じにできました。で、ここ忘れてたね、穴開けるのね。ちょっと後で穴開けたいと思います。何で開けよう、ドリルで開ければいいかな。ということで、今度はこっちかな。このちょっとね、段差あるんだよね。この段差をちょっと削っていきたいと思います。で、これあるのでね、これで多分削ればすぐ削れると思うので、ちょっとこれで削っていきます。動画が長くなったので今回はここまで。次回は太陽光パネルの配線を取り付けるのと、あとね、逆流防止のダイオード、これも基板の方に取り付けたいと思います。また、まあ、今回ね、貼った木の板なんですけども、結構隙間があるので、この隙間の処理をなんとかしたいと思います。まあ、こういったことね、見たいなと思う方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルは DIY できそうなものがあったら何でも挑戦することをモットーとしています。
チャンネル登録やグッドボタンなどよろしくお願いします。それではまたねー、バイバーイ。